写真拡大。中日ロッテオープン戦14日名古屋ドーム。ロッテのドラフト5位ルーキー福田光輝内野手の14日に名古屋ドームで行われた中日戦に1番3塁で出場。第1打席から2打席連続本塁打を放った。このオープン戦早くも3本塁打となった。福田光は1回、中日の先発山本のフルカウントからの147キロを捉えた。高々と舞い上がった打球は逆方向の左翼席に。鮮やかに先頭打者本塁打を放った。さらに3回の第2打席、今度は山本の143キロを捉えて右越え3号ソロ。左へ右へ圧巻の2打席連続アーチを放った。福田光は高校時代に日本一を経験。法大でも主将を務めるなど活躍した。ロッテの内野陣は阪神を退団した鳥谷敬内野手が加入したこともあり、さらに厳しい競争となった。そんな中、1番に抜擢されたルーキーが天一ダッシュへ猛アピールした。フルカウント編集部。